リリーが作ったのはオリジナルの道具ってわけじゃなかったんだ。うん、そうなの。旅の途中にあった廃屋でレシピを見つけたの。時間を超えるなんて面白そうだったから、とりあえず効果を弱くして調合しようとしてたの。効果を弱く？なんでまたそんなこと。だってあんまり遠くの時代に飛んじゃったら帰れるかどうか分からなくなりそうだと思ったんだもの。けどどうも不完全だったみたいで、調合中に爆発しちゃったのよね。挙句の果てには全く知らない場所に飛ばされちゃうし、散々な目にあったわ。そうなんだ。大変だったんだね。ユーディが作った道具と似ているみたいだし、どこの世界にも似たようなものを作る迷惑な人はいるのね。そうだよね。うんうん、本当にそう思うよ。なんだか盛り上がってますね。何のお話をされてたんですか？あ、ネルケさん、この場所に来た時に使った道具について話してたんですよ。もしかしてそれは以前話していた時間を超える道具のことですか？そうなんです。まあ実際には時間だけじゃなくて次元も超えちゃったみたいですけど、ただ不思議なことにユーディが作った道具と似ていたんですよ。時代や場所が違っても実は似たようなことを考える人って案外いるものなのかもねって話していたんです。そうそうきっとそうだよ。いや本当にびっくりだよね。ユーディさん、どうかしたんですか？なんだか様子が変ですよ。なんでもないよ。もうやだな、ネルケさんたら変なこと言わないでくださいよ。私はただ驚いてるだけですよ。リリーと作った方法がすっごい似てたから。確かに使う材料から機材までほとんど同じだったからね。私もびっくりしたわ。そんなに一緒だったんですか。世の中不思議なこともあるものですね。でもユーディの発想のおかげで帰る方法は早く見つかりそうです。うん、任せてよ。私は一度作ったことがあるからね。頼もしいですね。ネルケさん、こんにちは。こんにちは、ユーディさん。ここにはもう慣れましたか？初めてで戸惑うことも多いけど、でも楽しくやれてますよ。以前お聞きした時は道具を調合してというお話でしたけど。そうなんですよ。調合に失敗しちゃったみたいで、気づいたらここに。失敗だったんですか？では帰る方法はわからないんですか？うん、今探してるとこですけど、多分大丈夫だと思いますよ。前に未来の世界に飛んじゃった時もちゃんと戻ってこられたんで。未来の世界？もしかしてここに来る前も。はい、調合に失敗して目が覚めたら未来の世界にいたんです。200年も未来の世界に飛ばされちゃって、あの時は大変だったな。200年ですか。今回もそこから過去に帰ろうとしたらここに来ちゃったんですよ。でもここに来たからには頑張って働きますよ。
これは頼もしいです。生活もかかってますしね。借金なんて二度とごめんなんだから。なんというか本当にいろいろと大変だったのですね。あ、私そろそろ仕事に戻りますね。じゃあね、ネルケさん。あ、はい、お仕事頑張ってくださいね。それにしても錬金術で時間を飛び越えるなんて、またぜひお話を聞いてみたいですね。こんにちは。そうですね。え？そうだな。必要なものは取っておきますので、ご指示をお願いしますね。これは何かに使えるのではないでしょうか。取っておきましょう。まだどこかに使えそうなものが落ちてないかしら。
調合に使えそうね。どんなものをお願いしようかしら。